はい、ということで、まあ、昨日の続き見ていこうと思います。結構一番気になってたやつなんですけど、はい、見ていこうと思います。パーティー、それこそ何が始まるの。何が始まってんだ。高校生も集まって何が始まってんだ。ほう、うん、まさか。ああ、まさか。何回雪村当たってたじゃん。来い。なるほどね。始まってからの楽しみってやつかな。うん、なんか龍馬がずっと無口なんだけど、どうしたんですか。小僧。ねえ。確かに。いや、こんなに顔しかめなくてもさ、ねえ。お荷物とか言われちゃってるよ。まあ。うん。うん。チェ、チェって言われてもさ、それは。まあ内容がどんなやつなのか気になりますが。へえ。そうですよ、龍河さんも来てたのね。いや、隠れ家とかそういう問題ではないんですよ。はい、第三章見終わりまして、ほな、うん、何、試合。はい。なねえ、いきなりやな。やっぱりそうなんちゃう。でもタカさん、ラケットを持ってしまえば上等なんじゃないですか。そうだな。うん、うん、もうみんな気になってる様子ですね。おいおい、いや、こんな状況でリラックスできるかよ。ああ、そう言われてもだよね。そうやな。ほいじゃ、あ、リエンジじゃね。ん？なあ。はい。あれで越前は？ですか。いや、前みたいな内容にはならないと思うから大丈夫ですよ。ほな。よっしゃ。あっち向いてホイなの。
シングルスじゃなくてあっち向いてホイ。これで何が、うん、あっち向いてホイホイ。あ、やっちゃった感じ。でも確かにちょっと予想外の出来事だったけど、あのさ、んでも何気に鍛えられそうな気はしますね。いや、手塚はいつもこんな感じです。いえ、さようか。いや、ちょっと本性が丸見え。意地。いや、ちょっと、いや、はい、また次回にします。あー、やっぱ最初は声楽のみんななんだね。次に標定で5話から立会で7話から比嘉中で、山吹入っての四天王寺不動明の高校。ああ、なるほど、学校ごとにやるってことか、それということで、ご視聴ありがとうございましたと。まあ、チャンネル登録、高評価まとめて、よかったらよろしくお願いいたします。